皆さんこんにちは、今回はサッカー専門新聞エルゴラッソプレゼンツ企画ゴラッソの話国立思い出トークと税30周年マッチも大予想スペシャルということでですね、今回の企画はですね、ジョーチャンネル、そして鈴木啓太チャンネル、スポーツくじウィナー応援隊長のウエストランドのチャンネルとのコラボ企画ということで、このチャンネルでも国立競技場の思い出トークをしながら30周年記念マッチを予想していこうと思います。そしてですね、今回は銀シャリの橋本さんに司会進行をお願いして、そして引き続きジョーさんにも参加いただくということになっております。よろしくお願いします。いやー、啓太のチャンネルは品があるね。なんかジョーチャンネルからの、もうジョーチャンネルからの啓太チャンネル、いいねー啓太。やっぱり違うわ啓太、ね、だからちょっと日差しが変わってきて、ジョーさんが今光ってるんですね。もうそう、すごい暑いからね、光ってるんですけど、光合成。いやー、はい、これ非常にね、はい、楽しみでございますけども、ね、ということでまたね、今回もこちら素晴らしい景色の中、はい、なんか僕らの時代みたいですよ、なんかね、確かになんか朝7時みたいな ね感じしますけども、うん、ということで今回もまずは国立競技場の思い出トークからいきたいと思いますけども、今回は私橋本の国立の思い出の試合をちょっとね、たくさんありすぎて、はい、まあ、とりあえず書いたやつ以外もありますんで、うん、ちょっと何か皆さんも一緒にお話できればなと、はい、いうふうにおります。じゃあこちらでございます、思い出の試合こちら。94年5月29日キリンカップ日本対フランスの1対4という試合でございますね。ファルカンジャパンです。ファルカンジャパンね。だからドーハでアメリカワールドカップ行けない、うん、勝った、そして立ち上がったんですね、この94年にファルカン招集されて、うん、はい、そんでだからもうフランス代表がすごかったです。ジョルカエフとかパパン、はい、カントナとか、うん、あの辺の時代ですね。でこれ第2戦目なんですよ、キリンカップの、はい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 、それでもう何ですか、フランスも、はい、だからドーハの悲劇みたいなことあったんです、パリの悲劇。ワールドカップ出れなかった、出れないですフランスも。おだからその悲劇同士の、でもフランスバケモンなんですけどいけてない、うん、すごいメンバーやのにと、うん、いうことでやっぱ激強でしたフランスがって時に光を差すこの小倉貴文の1点ね、レフティーモンスターのクロンって振り向いてのシュートね、シュートでなんか日本サッカーの希望が始まったって感じだったんです。こっからまた4年かかるファルカンジャパンどうなるかということで、何かこうちょっとやっぱフランスやばいな、強いな、スターばっかりの中なんか世界相手に小倉選手が決めたという、すごい非常に印象によしっていう、なんかそういうあれがありますね、国立ね、でやったの。この後だからジョーさんだからアトランタオリンピックつながっていくわけですから。でもちょっと待ってください、うん、ファルカンはどこに行っちゃったんですか。ファルカンはまあちょっと途中でね、まあいろいろありまして、アジアカップでね、そう井原さんのロングシュートとかありましたけどね。そうあったんだけど、うん、そういろいろあったんですよ、まあちょっといろいろ問題がありました、ね、あそうなんですか、はい、僕全く知らないんですよ。でもファルカンは私はあの代表初めて合宿、西ヶ丘でやった合宿にファルカン監督の時呼ばれたの。へえ、代表初招集はじゃあファルカンさんに呼んでもらう。18歳の時に呼ばれて、で同じ部屋がカズさんだったっていうね。ここでもカズさん出てくる。そう、もうそこからもカズさんとの歴史が俺始まったっていうね。ジョーさんだから代表に呼ばれた時俺、はい、普通のニュースで流れてましたから、あの、はい、ジョーが代表に呼ばれたって、はい、バス乗り込むシーンとかちょっと練習してるところの、はい、まだ初々しいジョーさんのやつが普通のスポーツニュースじゃなく、はい、普通の夕方のニュースでジョーさんが代表に呼ばれたっていう。当時はね、そういう扱い結構ねされてたんだよね、流れてたサッカーってね。そうですそうです。ああ覚えてるわこれ、これが非常にも印象に残ってまして。ああそっかそっか、あれはもう一個ありますよ、ね、もう一個、はい、うん、でこちらが、1994年こちらも12月2日、チャンピオンシップ、はい、第2戦のこのね、このヴェルディ川崎対サムレッジ広島、うん、これラモスさんのループ、うわ来た。これでね、確かねキーパーが川野さんやったんですよ、前川さんじゃなかったんですよ。川野さんやって思ってたんです、そのめっちゃ印象残ってて、はい、でループで広島良かったんですよ、これ、うんうんうん、やのに、はい、ラモスさんもこれテーピングすごいじゃないですか、もうあ左足ね、はい、肉離れかなんかもやってたと思うんですけど、最後はやっぱ決めると決めて、はあ、本当美しいループ、そうだふわーって言ってね、はい、ファーサイドに入ったってやつですよね、はい、ふわーって
ってもう、そう、もう止まったかのように、はい、スローモーションでこうね、もうこう描いて時止まってるかのような、うん、美しい、このそれでね、解説がね、誰かやってて狙ったんですかねみたいなこと言ったんですよ。なんてことを、いや、そう、なんか言ってました。そう、あれ本当これ狙ったんですかねみたいな、そう、みたいなことを言ったら、ね、ラモスさんが激怒したってね。そう、ふざけるんじゃねえと、うん、俺は狙ってんだみたいなね、狙ってるに決まってるだろう。そうそうそう、それでなんかね、一回ね、こうちょっとニュース見たくなっちゃったんだ、あ、そうなんですね、怒っちゃったよ。やっぱこの、なんですか、ブラジル仕込みのってこの真骨頂ですよ、この相手の逆っていうか、うんうん、そうですね、嘲笑うかのようなループ。あ、この時対戦相手に森保さんはいたんですかね。いたと思います。森保さんね、多分レギュラーか、まあレギュラーじゃないかぐらいの時じゃない、多分。いや、森保さんずっと出てます、レギュラー出てたんじゃないですか。出てました。だってあれですよ、ドーハの後のだって94年ですから、もうバリバリ。じゃあ風間さんも、風間さんとかもいたんです。ハシェックがいた時か、うん、高木拓也さんいましたね。野順さん、野順さんいや、野さんはまたいい人なのよ。もう酒大好きでね。そうなんですね。そうなので、日本で飲む時に俺たちがね、全部こう、まあ野さんを招待してね、やったら韓国行った時にね、はい、韓国のさんが全部ね、用意してくれてね、でね、あいつってね、こう、カンペっつって飲むと一気にしなきゃいけないね、もうそれで潰された記憶しかないっていうね。はぁ、のさんはすごい人。みんな絶対やっぱ響きいいから、やっぱのじゅんよんってすぐ出ますよね。そう出ますね。後ろ髪長かったですよね。そうこれだから、ジョーさん、多分松木さんですよ、監督と。監督ね、松木さんです。そう、松木さんだよ。黒ロングコート襟立て。黒ロングコート、若い時の松木さんです。そう、松木さんだよ。松木さんです、これ。そうだよ。なんでそんな詳しいんですか。大好きなんだ、黒ロングコート。貫禄えげつないですよね。ねえ、でもこの時のヴェルディは、うん、ペレイラとかいたんですか。ペレイラもいたと思う、ディフェンス。ペレイラいて、ビスマルとか、柱谷さんももちろん、柱谷さん、鉄さんいて、津波さん、津波さん、キーちゃん、まあ、カズさん、まあ、そうだね、武田さんも、そう、武田さんはいらないって言ってたけどね。そう、菊池慎吾さんとかでしょ、多分。さあ、そうです。そんな時代ですよね。そういう時代ですね。いやーこれすごいね。ちょっとこういう写真見るだけでさ、うわーっとこうね、思い出しますね。思い出しますよね。このちょっと丸まった背中とこのグループ、多分思いっきり後ろで打ってるような状態じゃなかったと思うんですけど。ね、決めちゃうんすよね。みんな周りの人見てるもんね、これね。あと、ジョーさんに聞きたかった。もし国立で、はい、中田秀さんのデビュー戦。日韓戦。はい、日韓戦。多分ジョーさん出てはりました、ね。出てました。はい、カズさんとね、ツートップで。そう、ツートップで。二十歳の若武者の衝撃デビュー。はい、そう、うん。ヒデがね、デビューするって言って、もう本当大注目で。で、だけどプレーは本当ベテラン、40歳ぐらいなんです。で、指示もね。ほんま、もうサッカーゲームの三角ボタン押してんちゃうかってぐらいスルーパスが全部決まるんですよ。もうガンガン。パーンとね。門の間に。そう、門の間に。彼の。払ってるぐらい。そう。やっぱり得意はやっぱりこう速いスルーパスね、はい、もうフォワードとしては一番嫌なスルーパス、ギリギリのとこ行くから、はい、ベルマーレ時代ね、津波さんが嫌やったっていうね。そうでもそういうパスをバン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 決めてくるわけ。足元にピタじゃないですもんね、ここ走っとかないと。そう、もう絶対間に合わないっていうね。 あなたが遅いですよっていう。そうへー。だから普通はさ、まあ俊介とかさ、はい、この真嗣とかだったら足元にくれるじゃない、うん、こう柔らかくね、ベルベットだね、ああいう、そう、ポーンって柔らかくくんだけど、ヒデ、うん、はドーンだから、もう間に合わなかったらお前のせいだっていうね。ジョーさんでも、もともとアトランタでコンビ組んでたじゃないですか、はい、予選で。だからもうヒデさんの感じは分かってるわけですよね。分かります、もう本当に。だから俺は足が遅いから、だからもうちょっとこう緩く出してくれって言うんだけど、はい、それは無理だと。無理だって言われた。無理だと、お前が追いつくように何とかしろって。で、確かあいつの方が下なんだけど、年齢はね。そうですだけどいつもそう言われてて、で、もうだから俺は足遅いからオフサイドラインギリギリのところをもう駆け引きするしかないわけ、うん、それでヒデが持って、あ、来るなって瞬間に抜け出すから、そういうコンビネーションはまあ一応ね、かなり緻密にできて、フランスの予選でね。そうですね、あの見事な、はい、ヘッドになりますから。そうなんですよね。でもジョーさんから、うん、ちょっとパスのタイミング遅いんだけどとか言ったことはないですか。ない。もう全部早い。全部早いんだもん、あいつ。本当に俊介さんは優しい。そう、俊介は優しい。もう俊介はもう本当、俺のゆっくりしたペースでちょうど来るからね、ふわーんとね。だから一番、だからワクワクした、憧れてた、そのドーハで行けなくて、うん、アトランタのオリンピックで、はい、だから僕は、だから小倉、ジョー、はい、前園、そうですね、ね、中田さんっていう、はい、うん、そうなんです。だから奥が怪我しちゃったからね。そっか、そうなの。
そうなんですよ ね, ね膝を骨折した。それで松原義香さんが、そう、義香が入ってきて、義香さんね、そう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 、で伊藤照さんがいて、そうだから最強メンバーだったと思う。奥がいて、うん、ゾノがいて、はい、服部さんとかね、服部さん懐かしいですね、そうそうそう、道木さんとか、道木隆二とかね、あのクロスですけどね、そうそう、田中真子さんとか、あの時代ですよね、そうです、そうです、秀人さんと、そうです、そうです、そうですね、吉勝さんがゴールキーパーでいて、そうだから、すごいメンバーだった、マイアミの奇跡のね、すごいメンバーだった。ケイタさんもでもリーグ制覇もね、そうですね、 ACL もそうですし、うん、まあね、ヴェルディ僕はJリーグ開幕当時はもう本当にドリームチームみたいな感じだったじゃないですか。うそうだね。でそれとちょっとその、はい、ジュビロ鹿島ありましたけど、はい、0607年は浦和黄金期と言われてるんですよ。そうだね、強かった、強かった、ね、今もすごいですね。だからリーグ優勝してその後に ACL 取ったっていう、まあこれはすごく一つ浦和の時代を築けたかなって思うんですけど、まあでもみんなキャラが濃かったんですよ。まあ濃い人ばっかりだよね。ヴェルディの、うん、当時のヴェルディと比較してもまあ負けず劣らずキャラクターだってましたね。誰やんちゃっていうか、はい、誰が言うこと聞かないとかあったんですか、その。まあトゥーリオですよね、まず。まあトゥーリオね。まあそうか。で後ろは鈴木さん。鈴木さん、いやいいキーパーですよね。で真面目なゴールキーパー山岸さん。山岸さんもね。この二人同級生なんですよ。あ、そうなんですね。そうかでもバチバチで、もう、まあ、どっち使っても安定はしてますよね。はい、そうそうそう、口利かないみたいな。鈴木さんも好きやったな。でそこから坪ちゃんがいて、まあ坪ちゃん真面目なんですけどね。足早いですよね。で平川さんがいて、山田信久さんがいて、山田さんレジェンド、アレックスがいて、そうですね、すごいメンバーだよね。で長谷部がいて、あ、そうです、で長谷部はトゥーリオとめちゃくちゃ仲悪くて、あ、超喧嘩してね、練習中もいつも言い合って、言い合って、で新次さんがいて、新次、永井さん、達也、はあ、田中達也さんね、いいですね。ワシントン、ポンテ、ワシントン、ポンテがやっぱりえげつなかったですね、はい、そして07は阿部勇樹が入ってきたり、あ、そっかそっか、阿部ちゃんね、ジェフからとか、はい、入ってきて、なので、まあ、もちろん内館さんとかネネとか堀之内さんとか、うん、その途中から出る選手たちが決勝点取ったりするんですよ。仕事しっかり、仕事しっかりして、確かに今聞いてその11人漏れてるぐらい全員の名前が個性派ですもんね。はい、多分僕家、あ、岡野さんいました、ごめんなさい。そうそう、岡野さん俺はね、いつ出るのかなと思ってね、あと怒られるよ。怒られます。やっぱなかなかね、すごいチームですね。やっぱそれ考えると、はい、スケジュールもタイトですしね、本当にハードやし、まあ、ギド・ブーフバルトが監督ですよね。いや、まあ、そして そ, うだよ、ね、それが考えづらかったですよね、はい、だからレッツワンからしても待ちわびた。いや、すごい人がやるなって思いましたしね。ギドなんてやっぱり現役でやってたじゃないですか、はい、ね、体やばいよね。俺ね、初めてです、体がね、ぶつかって痛いと思ったの。あ、そうか、対戦してるんですね。対戦してるの、俺ギドと対戦してるんだから、あの人本当体が強すぎて痛いんですよ、ぶつかると。だからぶつかりたくないぐらい、すっごい。でもね、汚いプレーはしないのね。あ、本当ですか。全然しない、あの人。やっぱり冷静で、やっぱりこうタイミングを見て当たりに来るから、田口さんと違った。ね、プレー中はね。プレー中はもう人が変わっちゃうからね。いや、ブックスマルズだってお酒飲まないとか言いますよね。プレー、もう現役中をだってその速攻に注げるんだと。まあそれ一般論ですね。飲んでたって。まあ言う。なんすかね、名言みたいな。やっぱ全てはもうサッカー終わってからなんか何ぼでも遊べるし、お酒も飲めるよ、プレー中。集中しろと、うん、現役中は、まあそう、まあ、それ一番よく知ってるんでしょ。いや、僕現役中知らないですけど、うん、監督の時はこの試合終わって優勝しましたと、はい、門限8時だったと、はい、8時ってもう間もなく8時になるんだけど、うん、朝の8時だと、うん、でそれまで帰っちゃいけないと、全員帰るな家に。帰るなと、アリバイが、ね、そうね、あれだからって言って朝8時まで帰っちゃいけないっていう号令が出ました。、うん、そうだね、なんか伝説で聞いたことあるんですね、はい、その、うん、いや違う違う、夜じゃない、朝の8時、朝の8時、アリバイっていうか、みんなあるだろう、みんなね、みんな8時までおるっていう、そう、みんな8時までいないと早く誰かが帰っちゃうと、あれ飲んでってなるから8時以降に帰れ、なんかそれいろいろあるわけ、まあいろいろありますね、いろいろありますね。はい、まあ、昔のレッツめちゃくちゃでしたからね。レッツは本当、夜は本当一番でしたよね。すごかったみたいな、ね、だって埼玉から六本木とかね、もう必ず出てましたからね、浦和レッツの人はね。
もう関東圏の試合とかも最高やったんですね、つきましたね、その夜はとか。そうだから、まあそうですね、みんなで試合終わった後に、うん、あの飲みに行くみたいなのは恒例でありましたよね、うん、そうだよね。だから選手20人ぐらい集まるんですよ。すごいですよ、レッツね。レッツって本当すごいですね。中逆にいいんですよ、ね、いいですね。普通集まらないですよ。そうなんですよ。で試合の話とかで文句、うん、お互いに言い合って、はい、まあ、飲みながらですけど、はい、まあ、今の選手たちはねそんなにお酒っていうのもないですけど、うん、当時はそういう風にやりながら、あのすっごく熱い議論してましたね。まあ、だからそれもある種ミーティング的な感じで、それはそれでよかった、はい、そうですね。で、あのトゥーリオと長谷部が仲悪かったんで、うん、平川さんが2人の首根っこ掴んで、うん、仲良くしろって、そういう止める人もいるからね。っていうこともありました。いいことだね、はい、さあ、というわけでそんな国立競技場で今回 J リーグ30周年記念マッチが行われます。5月14日は、鹿島アントラーズ対名古屋グランパスを国立に見に行こう。見に行こう、見に行こう。しかもこの試合は、はい、30年前の開幕戦と全く同じカード。そうだ、すごい。5-0の。わあ。わあ。それでアルシジンド2得点、ジーコ3得点。3得点。ハットトリック。うわあ。いやー。これは名古屋のサポーターにとってはもうここで返すチャンスです、ね。これは30年ぶりの。ジーコの確か一発目は右足のね、なんかディフェンダーがもつれて、これで右足ドーン。カモン。決めた、うん。ジーコって本当にすごいんだって思いました、僕。あ、本当、それまで僕そんなに知らなかったんですよ。あのね、時代的にはそうですよね。そうかそうか。ジーコって言ったってもう年齢いってるでしょってちょっと あの子供心に思ってたんだ。40歳とかなんです。はい。そうか。アマチュアの時に実は最初に来てんの、1年間。うんうん、来てそこから住友金属の。金属。92年住友金属なんですね。あの時にジーコは来るっつって俺は行ったからね。見て写真撮ってもらってね。その写真昔あるもん。そう、あるんですか。ある。5人ぐらいしかいなかったんですよ。だいぶレアですね。いや、かなりレアですよ。逆にだから写真撮れたんですよね。そうで、住友金属の工場の中にね、グラウンドがあったんですけど、なんかそこで試合やるっていうんで、で入ってみた。え、じゃあそのジーコさんの生で見て試合を見たわけじゃないですか、うん、見たよ。どうだったんですか、プレーは。いや、大したことなかった。なんてこと言うんですか。その時はね、多分ね、あんまりこう、アップとかね、力入れる試合じゃなかったんじゃない、はい、だけどその翌年にJリーグになった瞬間はもう全く違うもんね。だって確かその日本リーグは2部とかそうなんですよね。いや、そうですそうです。1部でさえない。そう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 。特例でっていうか、なんかあそこいろいろね、急ピッチであれスタジアムなんか立ち上げたんですよね、確か。そうなんです、そうなんですよ。そうですよ。すごい。それで 5-0 で、はい、鹿島強し、アルシンド、ジーゴ、なんだこれっていう、そう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 、印象付けた5-0の、うん、はあ、うわ。ただ今回はまあアントラーズもだいぶ順位も上がってきてますし、グランパスもまあ調子がいいということで、結構上位対決。グランパスもいいよね。ハイライト動画、はい、あ、ちょっとハイライト動画をまず直近の入れていただきたいと思います、はい、これ結構な雨やってたんですよ。あ、あ、セレッソ、ね、ファーサイドに来た、回帰か、まだある、このゴール、ね、最後は関川か、関川のポストに当たるかどうか、ちょっと怖いけど。あ、上条、これ、ね、そうなんですよ。カードに手をやってみますが、あ、どうやらカードの色は赤のようです。これはやられたのは爪元ですか。運んでシュート、キムジンヒョン。ちょっとピッチが、そうなんですよ、ね、これだから多分懐かしいのストイコビッチさんを思い出すと、あ、そうだね、リフティングドリブル、リフティングドリブル、ちょっとね、ユーモさんがそういう動きあったんですよ、うん、あ、やったね。いいですよ。得点連続で打ってたんですね。組み上がってますが、右の藤井が上がっていた。ミクシックダメなんだよね。藤井、藤井折り返し、マイナス、ユッカー押し込めるか、最後、北川当たって入りましたね。稲垣の押し込み。稲垣選手。でもやっぱボランチってこのが入ってるっていうのがね、自らがすごいよね。右、藤をネタラビ、ネタラビ、右のハンダー。マイスそうだ、試合終了のホイッスルが吹かれました。1点取ればもう名古屋になかなか、そうですね、チロがこれは
すごい面白い試合になりそうだよね。面白い試合になりそうですね、はい、ちょっとエルゴラさんのあの使命もありますね、うん、これぞ鹿島のセンターバック。鹿島のセンターバックは得点能力高いですからね。高いですね、歴代ね、うん、すごいですけど、でもようやく鹿島がなんかちょっと勝ち始めてきたな、うん、そうだねっていう風に見えますよね、うん、ちょっと良くなかったじゃないですか。そうで、なんかあのメディアの情報でも結構そうですよね、まあ、岩政、僕同級生なんであれなんですけど、ちょっと頑張ってほしいなって思いながらも、うん、なんかサポーターの皆さんもストレスが溜まってる時はありましたけどね、うん、はい、あれあれとここ最近も、ね、名古屋もこのやっぱ守備が硬いで、うん、前3枚で取れてしまうので、うん、いやいいですね、タイトルエルゴラさんの台本通りのギアチェンジっていう、うん、まだ完成形ではないと思うよ、うん、去年からのちょっと上積みでだんだんちょっと実りつつある感じなんですけど、そう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 、もうちょっとで、そうだと思いますね。さあ予想いけましたでしょうか。じゃあまずじゃあジョーさんからいきましょうかね。はい、そうですね、はい、はい、それでは私はこちら、見えますか、1対1、はい、1対1、ただし、まあ、ただし、はい、もうケイタと同じでいいですってことで、一応自分予想しますけど、はい、一応予想しますけど、ケイタと同じで、ケイタチャンネルの方、ケイタチャンネルで、はい、これ、はい、うん、そうです、これは、はい、じゃあ、ケイタさん、はい、お願いします。私は、お、お、0-2、はい、名古屋。0-2、名古屋。名古屋。はい、あ、で、ウエストランドの予想も見ていきたいと思いますので、はい、お願いします。はい、予想スコア、こちらです。鹿島に名古屋1。あー、いい。2対1で鹿島。名古屋も今めちゃくちゃ好調なんで。なんでしょう、上位にいるんですが、やっぱ鹿島がこれはやってくれるんじゃないですかね。という期待です。ちょっと鹿島もここに来てこう調子が一気に上がってきてるんで。あ、そうなんだ。やっぱり鹿島はね、もう強くなきゃいけないということがありますから。まあもうずっとね、強い。ずっと強いでしょ。そんな知らなくてもそれは知ってるくらいですね。わかる。鹿島が強いのはもうわかる。で、名古屋も本当にいいんで、ここは引き分けとかもあるし、うん、非常に難しいですが、1点予想するなら、まあ、取りに行くんだったら 2-1 勝負するんだよね、うん、そうですね、鹿島2、名古屋1、こちらにしてみました。はい、というわけで、さあまた全員割れました。またすごいね、またすごい、すごいわからん、これ打ち合わせなしですよね。なしですよ、びっくりした、すごい、これは、あ、今のところ現時点でのウィナーのオッズが出ておりますけども、やっぱりあん、うん、1-0 とか2、ロースコア的なやつ、1-2 とかも硬いですね、うん、3点は入らないんじゃないかっていう感じだったんですね、うん、あら、1-1も7ぐらいしかつかないんだね、うん、そうですね、あらららら、そういうことか。でも逆に0-0が 8.9 っていうのも面白いですね。そう、そうだね、ちゃんとお互い点取るんっていう、取りますよという、うん、はぁ、まあ、ちょっと私データがあるので、はい、またデータ、それちょっと言っていいですか。うまいさん上でね、あのこれまでですね、両クラブが国立で対戦した成績、これ6度目になりますけれども、うん、過去の対戦成績、はい、名古屋4勝1敗、うん、なので名古屋が全然勝ち越してるんですよ。すごい。で、また国立での戦績、うん、出ました、国立ね、鹿島28勝、うん、5分け23敗なので勝率 50% なんですよ、うん、で名古屋はなんと15勝5敗、うん、75% 名古屋勝ってるんですよ。名古屋かな、じゃあそう思ってしまうの、それ言われると。このデータだけ見ると名古屋が勝つんじゃないかというような見えてくるんですが、はい、どうでしょう。ただもしかするとこの 0-2 っていうよりは 1-2 とかなのかもしれないですね。鹿島もう1点取るんじゃないかっていう、うん、1-2 で、7.3 倍ですね、現時点では。でもウエストランドさんは 2-1 で 7.0、 7.0 か、うん、お、じゃあ、ね、全然、うん、1-2 グランパス勝利ありですね。そうですよ ね、まあ、ね、じゃあどうしましょうね。まあ、先ほどジョーチャンネルでジョーさんがね、はい、しっかりと決断していただきましたので、そうですよ。で、ジョーさんもケイタと同じで、はい、ケイタと、ケイタと同じでっていうことね。じゃあいいですか、僕が決めても。はい、もちろん。ウエストランドさんこの場にいないんで、そうですね、それはもうそれでいいと思います。まあいいと思います。 1-2 名古屋を変えます。 1-2 名古屋変えた、はい、鹿島対名古屋は1-2と、うん、いうことに決まりました。はい、この理由というのはやっぱり、うん、鹿島セットプレーで1点取るんじゃないか。あ、取りそうだ、うん、あとは土井
選手が途中から入ってとか、うん、鈴木優真とか、はい、まあいいじゃないですか、はい、まあそういった意味では1点取る、そしてもし 2-0 で勝ってても、うん、名古屋が勝っててもですよ、うん、鹿島が1点取っちゃったらもうおしまいなので、あ、まあそうだね、はい、そうだね、なのでそういった意味も含めて 2-1 ということで、じゃあスマホで、じゃあ、はい、購入していただきたいと思います。購入しますね、はい、いやこれはでもこういうのをいろいろ見ながらやるのは楽しいですね、楽しいですね、これ、ね、そう、しかも昔のさ、今の、まあ、もちろん試合をね当てなきゃいけないんだけど、昔の話もできるじゃない、はい、そうですね、なんかこうね、いろいろ思い出しますよね、はい、買いました、お、いやー、はい、2対1 2-1 で1-2の名古屋勝利という1-2の名古屋勝利、ちょっとこれでウィナーを買うと見る楽しみがもう一つ、うん、いやー、もうなんかやっぱり自分で買うとドキドキしますね、はい、ドキドキするよ、もう私事になりますからね、はい、さあというわけで鹿島対名古屋は1対2で名古屋の勝利に決まりました。5月14日は鹿島アントラーズと名古屋グランパスを見に行こう、見に行こう、というわけでお送りしてきましたが、いかがでしたかね。いやこれ本当に時間足りない、うん、いやもう本当にもう楽しいですね、国立もね、はい、新しくなってバックにお送りしてきました、ね、最高ですね、はい、最高でございます、J リーグ30周年記念マッチをお見逃しなく、そしてウィナーでさらに記念マッチを楽しみましょう、はい、はい、楽しみましょう、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。